うちで3番のアメリカンファクトがいいスタートを切りました、そのうち1番のアルクトスも並んでいって、うちの1番、アルクトスの方が前に出ました、8番のキングスキャットはそのあと3番手につける形。 さらに11番のコスモ・ロブロイ、うち20番の宮城ウイング、さらには12番のグラスチャンプ、中段5番、レセディ・ラローナ、うちから4番、雨の村久も、14番、マイネル・サリウエ、集団の後ろにつける形になった9番、バトルマイスター、中段の後ろで1コーナーを迎えています、前は早くも2コーナー到達というところ、先頭1番のアルクトスです、1200を切ってリードは1馬身、3番のアメリカンファクト、2番手です。 一番新阪佐の三番手インコースに十番の宮城ウイング並んでいって八番のキングスキャットム向こう上面、あとは十一番コスモロブロイ十二番のグラスチャンプインコース五番のクスレスリーラローナ、その後四番の雨の村ラクも十四番マイネルサリューエ、九番のバトルマイスター無向こう上面中間の段階でいやいや直球を流しながら上がろうとします。このうちに二番の アラウンがいて間から上がっていく7番のマイネランファンです。後方にとやや離れています。後ろから2投目13番のクレディブルさらに離れて6番ロードトレジャー最高峰です。各馬第3コーナーをカーブしていきます。さあ、前の争いですが、一気に馬群が凝縮してきまして、うちで粘っている1番のアルクトスを今度は中から。 かわしに行こうとするのが3番のが番アメリカンファクト外に14番のマイネル・サリュウエ、その後九9番のバトルマイスターはもう4番手、外まで上がっています、4コーナーをカーブして直線、さあ3番のアメリカン・ファクト抜け出しを図る内1番のアルクトスは2番手、外から追ってくる角馬ですが、14番のマイネル・サリュウエ、間をついて追い込んでこようとする11番、コスモロブロイ、バトルマイスターは遅れた、外から13番、クレディブル追い込んでくる、さあ前は3番のアメリカン・ファクト、外から14番、マイネル・サリューへさらに外から十三番、クレディブル、内を救ってくるのがコスモロブロイ、マイネランファン。 前は13番クレディブル合輪・ゴール2着争い広がりました <laughs>